ハットネットとは、食検出法による太陽系外惑星の発見を目的とした観測網である。全自動式の6台の小型望遠鏡から構成され、ハーバードスミソニアン天体物理学センターによって維持・管理されている。ハンガリーの小規模グループが開発を主導したため、名称にハンガリーを冠している。計画は1999年に立ち上げられ、 2001年5月から本格的な観測を開始した。初の惑星は2006年に公表され、以降は年間数個のペースで惑星を報告し続けている。2009年からはオーストラリア、ナミビア、チリの3つの望遠鏡もハットネットに加わった。こちらは南半球でのハットネットという意味で、ハットサウスと呼ばれている。従来のハットネットの望遠鏡で発見された。 境外惑星には、口述の通り、ハット p 1 b などという名称を与えているが、ハットサウスで発見されたものについては、ハッツ s 1 b のように名称を区別している。ハットネット計画は、2020年11月までに、ノースで74個、サウスで73個の合計147個の境外惑星をトランジット法で発見している。p c ハット P-13C、ハット P-17C は、ハットネットが検出した惑星を視線速度法で観測した際に新たに発見された天体である。スーパーワスプは、ハットネットと競合する関係にあり、同一の惑星を二つのチームがそれぞれ独立して、発見する出来事が何度か起きている。ワスプ -11B、ハット P-10B、 ハット P-27B、ワスプ -40B、ハット P-30B、ワスプ -51B の3つの惑星には、スーパーワスプとハットネットの両方から名前が与えられている。各年の新規発見数と累計発見数の推移、ノース・サウス。ありがとうございます。